さて今日はビールに関するハテナをお伝えしました、はい、ということでパークケースビアプリでビールは好きですかと聞いたところ、うん、373人の方から回答をいただきました、はい、そのうちですね半数近くの方が好きと答えていらっしゃいます。ですね。ですよね。はい。で、どんな時に飲みたいかと聞いたんですが、はい、やっぱり一番多かったのはお風呂上がりでした。ですよね。その他にはランニング後という方や、はい、揚げ物をした時、うん、あとはお祝い事という方や、うん、あと毎日という方もいらっしゃいますね。あとはスカッとしたい時という意見もありました。まあ、どんな時でも美味しいんでしょうね。そうですよ、はい、斉藤さんはどんな時が好きですか。いや実はですね、はい、今日散々ビールについてお伝えしてるんですが、はい、私あまりビールは飲まないんですよね。そうでしたね、斉藤さん失礼いたしました。コーラ派でしたもんね、はい、いやでもね、嫌なる時も今日の見て、はい、ビール飲みたくなりました。飲みたくなりましたよね、はい、今日帰ったら飲もうかなと思ってます、はいはい、ゆめさんどうですかね。私は餃子の時、うん、餃子の日はもう絶対ビールと決めてますね。餃子とビールって合うんですか。もうセットです。あ、めちゃくちゃ合います。なるほど、はい。